評議会共産主義、または評議会マルクス主義とは共産主義の概念や運動の一つである。1920年代に生まれ、社会民主主義の改良主義とニ人主義の権威主義の両方に反対し、労働者による民主的な労働者評議会による政府と経済の管理を主張する。左翼共産主義やリバタリアニズム社会主義の概念の一つともされる。 表議会共産主義の運動は1920年代のドイツとオランダで生まれた。その最初の組織はコミュニストワーカーズ・パーティー・オブ・ジャーマニーである。表議会共産主義は左翼共産主義とリバタリアニズム社会主義の両方の中で理論的及び活動的な位置づけとして現在も続いている。表議会共産主義の中心思想は 工場や自治体の中から結成された民主的な労働者評議会が労働者階級組織や政府権力の自然な形と考える。この視点は議会主義などを掲げる改良主義の社会民主主義や他方では前衛党や民主集中性などを掲げる礼人主義の思想の両方とは対照的であり、評議会共産主義は社会民主主義と礼人主義の両方に反対する。 表議会共産主義の中核概念は政府も経済も職場で選挙され権限を異され常にリコール可能な労働者評議会によって管理されるべきとする。このため表議会共産主義の支持者は権威主義や国家社会主義、国家資本主義、計画経済などの概念に反対する。さらに革命を指導する党は必ずしも一党独裁ではないと信じているため、 革命的な党という概念にも反対する。評議会共産主義は、労働者が、労働者評議会の連合を通して生産することを、保する労働者の民主主義を支持する。評議会共産主義は、自治運動などの、反権力主義や、反霊ン主義などと同様に、霊ン主義の思想を権威主義と批判して、前衛党の概念を拒絶するため、いくつかの視点では、 アナキズムとの類似性があるともされる。ありがとうございます。